ちは、春風涼しでございます。ということで、前回ちょっとアップロードした、映像に私大きなミスがありまして、お詫びしつつ再アップロードする部分をご紹介したいと思います。まあ、前回ね、B1M の、いろんなモードでの音の違いをちょっとアップロードしたんですが、そこに BGM 張りっぱなしにしてたので、ちょっと差が分かりにくかったかと思いますので、その部分だけですね、再アップロードいたしますので、この後ろご覧ください。どうぞ。この B1M ですけども、これこの間からすげえこんないいマイク見たことないということで、興奮して使っておりますけど、これには3つのね、画角モードがあって、今のスーパーカーディオイドってものすごい狭い画角ね。で、通常はもう楽々セッティングを言っときます。通常はスーパーカーディオイド、ノイズディダクション、ノイズキャンセラーオンで、マニュアルでメーター見ながら、8割9割のところまでメーター振るぐらいにボリュームを調整しておく。まあちょっと分かりにくかったらオートでもいいです。ノイズキャンセラーオンのオートもいい音で取れます。これはね、ちょっと音質は安っぽくなりますけどね、聞こえないようでは全然いいんで、音質は最低限確保できる。で、ちょっとモード変えてみます。はい、こちらがですね、ノイズキャンセラーをオフにしました。フィルターなしです。で、このマイクはフィルターなしで撮るのが一番いい音になります。なので、まあ、やっぱりヘッドホンで聞きながらね、どっちにするか決めてほしいんだけども、通常はよくわかんなかったらノイズキャンセラーはオンにしといて、まあ、周りそんなにうるさくないよねと、残響もあんまないよねっていう場合には、オフでいいです。そうすると一番いい音になります。で、画角も今 1.5 メートル離れてて、スーパーカーディオイド。いい音ですね。ちょっと違う画角作ってみます。はい、こちらがですね、カーディオイド。もうちょっと広い。真横ぐらいまでをカバーする感じの音になりましたけども。まあ、音としてはね、カーディオイドの音が一番自然。まあ、音色がいい。聞きやすさはまあ、環境によって変わっちゃうんだけども、音色としては、このマイクはカーディオイドで使うのが一番いいです。ただし、周辺の雰囲気を全部掴んじゃう、録音しちゃうので、狭い部屋なら狭い部屋に聞こえるし、広い部屋なら広く聞こえちゃうので、音質は下がります。言うてることわかる？雰囲気が伝われば伝わるほど人の声は、音質は下がりますから。だけど、自然の中で撮るんだったら、広い音で撮った方が、雰囲気がわかるからね。その雰囲気が伝わるってことと、人間の声が明瞭に聞こえるかっていうのは相反してるんで、周りの環境のと、さっきのね、映画屋さんとテレビ屋さんの違いと同じなんだけど、テレビの音、それこういうインタビューの音っていうのは雰囲気はいらないんです。基本的には人の声だけ明瞭に取れればいいので、その時にはやっぱスーパーカーディオイドがいいんです。なんだけど、周りの環境がね、とっても良ければ、音が静かでいいとこであれば、カーディオイドにした方が音色が上がります。耳で聞いた時の感じが良くなりますから、まあその辺は使い分け。で、もう一個、いいね、簡単なね、指一本で買えない。これがですね、無指向性。無指向性は一番周りの音を全部取るから、まあ音楽取ったりとか、コンサートホールで取ったりね、自然の中で取るには、この、まあ、無指向性で取れば、とっても自然な音にはなりますけど、まあ、所詮、モノラルマイクなんで、全部が取れてもそんなには、面白くはないし、まあ、インタビューでカメラの後ろにインタビュアーがいて、被写体がいるなんて時は、こっちの方が、喋ってる人の声を掴むんだったらいいんだけど、あんまりおすすめしません。このモードは、まあ、プロは多分滅多に使わない。特殊な例だな。なんか、鳥のサイズで撮ったりとかっていうぐらいの時しか使わないと思うな。これで、まあ、スーパーカーディオイドに戻しましたけども、次に、ノイズキャンセラー、それから、ローカットフィルターの話をちょいっとします。ノイズキャンセラーは、周りの変な音を下げてくれます。その代わり、元の音にも触るので、音色は悪くなります。言うてもわかります？音質は上がるんですよ。音質っていうのは、聞きやすさは上がるんだけど、声の質はちょっと下がる。音色がちょっと、ラジオっぽくなっちゃう。なので、聞きやすいけどちょっと音色が下がるのがノイズキャンセラーなので、
ただしね、周りが本当に静かだったらあんまり変わんないですよ。引き算して、引き算だからね、音のね。でも、周りが本当に静かだったら、ノイズキャンセラーは使わなければいいんだよね。ということなので、ノイズキャンセラーについてはそういうところ。で、もう一個、ローカットフィルターっていうのが入っております。で、ローカットフィルターってね、何に使うかっていうと、通常風切り音を下げるために使われるんだけど、僕らプロはそういうことのためには、使ってなくて、使ってはいるんだけど、主なローカットフィルターの使う目的は、カメラの操作音を消すためです。で、操作音っていうのは、例えば AF の音とかじゃないんですよ。ちょっとやりますね。カメラとかマイクの握りの音、ボボボボ、ボボボボ、ボボボボ、ボボボって言ってないでしょ。この音を切るためにローカットフィルター使っています。で、ちょっとローカットフィルター入れてみます。これローカットフィルターちょっと入れたんですけども、だいぶ軽減されたかな。うん。で、声もね、ちょっと音質は下がる。あ、音色が下がるね。音色が下がるんだけど、まあまあ、聞きやすい音にはなってるんで、まあちょっと、通常モード、ノイズキャンセラー、オン、スーパーカーディオイド今。あ、スーパーカーディオイドだね。スーパーカーディオイドで撮ってますけども、まあ、これで撮っとけば大体どこでも万能なんでこうしてますけれども、ローカットフィルター使うときは、手持ち撮影のときにはローカットフィルターをオンにするということです。そうすると、カメラを握りと握り音って言うんだけどね、ボホボホって言うんだけど、そういう音が軽減されますんで、それが僕らのローカットの使い方。で、まあ、ミキサー使ってる場合は、ローカットの周波数変えられるんで、手持ちのときには、240Hz とかで切っちゃう。普通は 80Hz ぐらいで切ってるんだけど、手持ちの時には、それから、ブーム使う時には、もう200とかでバッサリ切っちゃってますね。そっちの方が、ボホボホがないんでね。で、まあ、このボホボホは編集でも切れんだけど、まあ、めんどくせえから、全体統一するためにローカットはオン入れっぱなしにして、200ぐらいで切っちゃうっていうのが、まあまあ、テレビ的には、音色は下がってます。低音がなくなるからね。音色が下がってるけど音質聞きやすさは上がりますという感じかな。まあということでですね、B1M でございますけれども、まあとてもいいマイクですね。まあソニーの使ってる方はおすすめマイクでございますけれども、まあもうちょっとポイントを付け加えておくと、まあマニュアルで撮るのが一番いい。それからノイズリダクション、今かかってますけどノイズリダクションは外せんなら外した方がいい。それからレベルはですね、こいつねマイナス3デシベルぐらいのところにリミッターがあるみたいで、そこで止まっちゃうので、あんまりねレベル上げすぎない方がいい。今1メーターの距離で僕後ろのボリューム 5番にしてます。それでまあちょうどいいぐらいかな、ちょっと低いぐらいかもしれないけど、まあまあこのぐらいで、α7C は16ビット、おお、ね、猫が喧嘩してるぞ。おお、大丈夫か猫。おお、まだやってる。おおおおおお。まあということで、ですね、家族笑ってますけど、まあ B1M はですね α7C につなぐと16ビットの収録になるので、レベルが小さすぎたりするとちょっと音が悪くなっちゃうと思うんで、まあ、なるべく高めに撮りたいですな。ただ上げすぎるとリミッターに当たってちょっと音が硬くなるんですけど、まあ当たってもねそんなに音が悪くならないんで、まあ1メーターで5ぐらいかな。まあ俺の声ちょっとでっかいんで普通の人は6ぐらいかなというふうに思います。ということで春風涼しい、ちょっとカッコつけたライティングでお届けしました。では